ホイハム4サブチャンの方を更新していきます。本日はね、新庄監督が武田久志を臨時コーチで招きたい、招聘したいよというニュースでございますね。まあ、というのもね、ファイターズには中日から移籍した山本拓実投手がいるんですけれども、まあ、このピッチャーが身長低くて沈み込むフォームで投げるので、これもしかして昔大活躍した武田久志さんにいろいろ教えてもらえるんじゃねと、で親和性あるんじゃないということで、招聘したよという、ね、ニュースでございます。皆さんご存知ですかね、武田久志さん。2010年前後ですね、5年間プラマイ5年間ぐらい活躍してた選手なんですけれども、低身長からね、沈み込んでまっすぐ放ると、でもホップするようなね、綺麗なまっすぐ投げてたんですよ。でスライダーとシュートをね、投げ分けてもうコースで打ち取っていくと、強気にインコース攻めてっていうピッチャーだったんですよ。その揺さぶりでね、抑えていく、そして綺麗なまっすぐで詰まらせると、非常にいいピッチャーでした。かつてね、守護神も務めていたんですけれども、その系譜、低身長の系譜が実はファイターズにはありまして、武田久志さん、そして谷本さんね、今中日で活躍してらっしゃるんですけど、谷本投手もファイターズで、徐々に中継ぎの経験を積んで、最後日本一のね、決めるマウンドに立っていたのはなんと谷本選手というところで、中継ぎの柱としてファイターズで活躍してくれました。で今回山本選手が、久しぶりと言いますか、低身長から沈み込んで放っていくスタイルでシュート、山本選手の場合はシンカーかなとスライダーでこう左右の揺さぶりで抑えていくっていうねタイプなんで、まさにこの2人から教わることと言いますか、この2人の系譜なのかなと思ってます。でまっすぐもね、150キロと非常に速いですし、ちょっとねこう沈み込み的にはまだまだ、低身長のオーバースローっていう感じなんで、もっともっと沈み込んでこうオーバースローだけどアンダースローみたいなね、そういう久しさんくらいの軌道になってくると、いよいよ打てないというか、ファイターズの系譜を継いでくるんじゃないかなというふうに思ったりしますね。なんでこのニュースといいますか、久志さんがもしファイターズにね、臨時コーチでもいいんで教えに来てくれると山本投手にとってはいいのかなと思ったりします。あとタイプ的にはね、実は掛木蓮投手、ストレートの質が独特なんですけど、彼も久志さんから教わることは結構あるんじゃないかなと思ってまして、そういう意味でも久志さんに来てほしいですね。はい、ニュース読み上げていきますが、久志さん招聘したいよというところと、167センチの山本選手はね、もうまっすぐが武器ですと、新庄さんは久志さんを思い浮かべて面白いんじゃないのというニュースでございますね。で当時2006年ね、新庄さん引退した年、久志さんは中継ぎエースだったと思うんですけど、センターからずっと見ていてね、やるなとね、あんな小さいからでしたからえぐっていくような軌道すごいじゃんというところで、これはもしかして山本くんにもハマるんじゃないかなっていうね、必ずハマると思うんですよねと。武田くんのいいところはついた後から出てくる感じがある、ね、山本投手は結構ね、深く沈み込んで出てくるタイプ、腕が後から出てくるタイプなんで、結構ノウハウというか、掴めるのかなと思いますし、山本投手ね、スライダー系統が毎年ちょっと微妙に変わるらしくて、そのいいスライダーを探し求めてるらしいんですけど、もう武田久志さんのスライダーは天下一品、小さく曲がる、綺麗よく曲がるね、スライダーと伸び上がってくるまっすぐ、ここがね打ちづらいと。でたまにインコースをついてくるシュート、っていうのが非常に打ちづらいピッチャーだったんで、山本投手も少しでもね学ぶところはあるんじゃないかなと思ったりします。いや、久志さんが首脳陣入りしてくれるとね、結構嬉しいなと思いますし、首脳陣入りっていうか、今社会人教えてらっしゃるので、その完全にねファイターズ入るのは難しいと思うんですけど、山本投手だったりとか他のピッチャーに対しても貴重な財産を与えてくれるんじゃないかなと。誰かね、えぐるようなシュートをね、習得してほしいなと思いますね。やっぱあれが久志さんの生命線だったし、今のファイターズ選手って、良くも悪くも、こう、スマートかなと思ってて、スライダー、カーブ、チェンジアップフォークみたいな、こう正統派が多いんで、もう胸元ガンガンえぐっていくようなね、そういうピッチャーがいてもいいのかなと思ったりしますね。今、近い系譜というか、シュートスライダーピッチャーだと、実は玉井投手がね、いて、結構久志さんとか、谷本選手に近いかなと思うんですけど、そういう意味では玉井投手も、もうだいぶね、中堅投手として、
登板数も重ねていて、まあ準レジェンドみたいな感じなんですけど、まだまだ学ぶところはあるかなと思っているし、玉井投手ももう一段階こうスーパーリリーフになっていくための成長っていうのができると思うんで、いろんなピッチャーに対してプラスなんじゃないかなというふうに思います。久志さん、ぜひともファイターズに教えに来てください。そして教えた後は当チャンネルで一緒にコラボしましょう。はい、OB の方とコラボしたいですね。まあ、個人的に面接が終わったからこの土日はちょっと、はい、動画のことだけ考えて過ごせるような気がしていたりとか、まあ、本業がまだ終わってない仕事があるんでやんなきゃなとか思ったりしてます。まあいろいろね頑張っていこうと思います。ではまた。